小室駅は千葉県船橋市小室町にある北総鉄道北総線の駅である。駅番号は HS11。北総線の駅では唯一船橋市にある駅であり、市内の駅としては最も北に位置する。島式ホーム一面二線と短式ホーム一面一線、計二面三線の地上駅で橋上駅舎を有する。出入り口は北口のみの開設である。 コンコースとホームの間を連絡するエレベーター及びエスカレーターが設置されている。2010年7月17日の京成成田空港線の開通に合わせ、東駅構内の線形改良が施行され、2008年4月19日に新上りホームの共用を開始した。2番線、3番線は下り専用ホームとなり、同年9月13日に新2番線部分の共用を開始した。 2019年度の1日平均乗降人員は4033人であり、北総線の駅では大町駅に次いで少ない。1995年度の6159人をピークに減少。2014年度より増加傾向である。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下表の通りである。秀明大学千葉県立船橋豊富。 高等学校船橋アンデル線公園周辺は千葉ニュータウンで唯一船橋市内に位置するエリアである。駅北側には住宅、都市整備公団により開発された団地や住宅地が広がり、小室ラッキー商店街には公民館、郵便局、小規模の商店がある。南側は開発されていない。駅の西側を国道16号が走る。駅西側には 白石、南東側には八千代市との境界がある。駅北口のロータリーに発着する。かつては東洋バスにより、京成電鉄本線勝田大駅までの路線バスが運行されていたが、現在は船橋新京成バスによる路線のみとなっている。ただし、東洋バス乗り場は残されており、スクールバスが発着している。成田スカイアクセス線との共用区間ではあるが、当駅には、 京成電鉄が運行する列車は停車しない。急行は下りのみの運行。ありがとうございます。